アリーヤはアメリカ合衆国ニューヨークブルックリン出身の歌手、女優。アリーヤとはスワヒリ語で最高の存在という意味。アフリカ系アメリカ人とアメリカインディアンの両親のもとで1979年にブルックリンで生まれ5歳の頃にデトロイトに移る。6歳でアニーの舞台に孤児役として立ち、ニューヨークを中心に9歳から芸能活動を始める。 11歳の頃は、ラスベガスでショーをこなしていた。1994年、わずか15歳で、グラディスナイトの元夫であり、アリーヤの叔父でもあった、音楽プロデューサー兼、ブラックグラウンドレーベル CEO のバリー・ハン・カーソンの、紹介により、アル・ケリーがプロデュースした、デビューアルバム、エイジ・エント・ナッシング・バット・ア・ナンバーをリリース。二人は、孔子ともに恋愛関係にあったとされるが、 実際の付き合いが語られることはなかった。その後、スキャンダルのけじめをつけるために、アールケリーとの関係を、講師ともに立ち、ティンバランドを名プロデューサーとして、世に知らしめた、セカンドアルバム、ワンインアミリオンを1996年リリース。歌手としての活動にとどまらず、ジョエル・シルバー制作フ風ヒップホップ映画第1弾、ロミオ・マスト大でヒロイン、鳥朱デ弟役として、 ゼットリーと共演2000年公開された。劇中ではアクションシーンもこなし、スクリーンデビューを果たす。同映画主題歌、トライアゲーンが大ヒット。同曲は2001年のグラミー賞にノミネートされた。2001年サードアルバム、アリーヤが発表され、映画、マトリックスリローデッド、マトリックスレボリューションズの出演も決定するなど、人気が 絶頂に達していた同年8月25日、ロック・ザ・ボートの PV 撮影を終え、バハマ北部にあるマーシュハーバー空港から搭乗したフロリダへ向かうセスナ402が離陸直後墜落、死去した22歳ボーツ。事故は機体の整備不良、積載オーバー、パイロットのコカインやアルコールの吸引が原因と言われている。彼女の遺体はニューヨーク州ハーツゲールのファーンクリフ墓地に、 埋葬されている。また、事故の直後、大学進学のために、彼氏と離れ離れになるガールフレンドの心境を綴った、楽曲、ミスユーが発表された。事故と因果を感じる。この曲の PV では、生前彼女と親しかった DMX、ミッシー・エリオット、リル・キム、トニ・ブラックストーンをはじめとする多くのアーティストが出演、彼女の死を悼んでいる。また、 その PV の冒頭で DMX が俺は君が言ったことに悲しくない。君は素晴らしく美しい女性だった。だから神様が君のことを欲しがったのだろう。と言っている。来日の際、日本テレビにて放映されていたカウントダウングルーブに出演。アリーヤについてインタビューを受けている人の後ろから本人が突然現れるというサプライズ演出が行われた。ありがとうございます。